お前はここで殺す。ずいぶん派手にやったもんだ。こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラーと火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか、忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかると言うんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。力だろうが体だろうが、使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクト、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすなら、お前はここで殺す。下がれ、クライム。片付けておけ。だがやるしかない。
大丈夫か？そう見えるか？クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。ヤツが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは何、すぐに追いつくさ。分かった。行くぞトルガル。支度を急げ。敵襲！
ここから行けるか。さっさと支度しろ。
シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。分をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手に喋るんじゃないよ。よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。はっ、うん、家畜ってのは従順に飼われていればいい。
いつで潰れろ。このクズが。ごときにこの私がなぜだ、様ごときに選ばれし私がなぜ。お前にはわからんかもな。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ、くたばり損ないが。日のドミナントはどこだ。この砦のどこにいる。なんだ、お前は何なんだ。クライブ、
クライム。クライム、しっかりしろ。まさかお前、ガルーダの力を吸収したのか？どうやって？まずいぞ。ベアラーたちが無事だといいが。クライム、とっととここを出るぞ。このままじゃ丸焼きになっちまう。今は自分が生き延びることを考えるんだ。また機会はある。ご指示の通り騒ぎを起こしました。ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。ああ。